皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は、令和の虎。で、知られる岩井義明氏が亡くなったニュースについてお話ししたいと思います。岩井義明氏は去年65歳でこの世を去られたことは、大変に悲しいニュースです。まずはこのニュースの概要をお伝えし、次に私の意見とその理由をご説明いたします。最後に、不体例と反応への理解をお示しながら締めくくりたいと思います。岩井氏は実情家として非常に影響力のある人物でした。8月1日に自身の SNS で肺がんを公表し、その治療を続けていたものの、 6月15日に亡くなったとのことですおつや,や葬儀はご遺族の意向によりり密葬で取り行われれなども辞退されていますこのニュースを通じて改めて感じたのは、早期発見の重要性です。肺がんは進行が早く、自覚症状が出た頃には手遅れになることが多いことが問題です。定期的な健康診断と積極的な自信特にがんリスク検査が非常に大切だと思います。がんは早期に発見すれば治療の選択肢が増えるため、皆さんもぜひ積極的に健康診断を受けてほしいです。岩石の人生は、まさに、 猛虚能徳激動の日々だったと言えます彼の情熱人情あふれる姿勢は多くの人に影響を与えました賛否はありましたがその功績は決して小さくありません悲しいことに彼の生前相は実現しませんでしたが彼の生き様は多くの人にとって励みとなるでしょう一方で癌に対する理解も深まりましたが進行が早いがんに対しての対策はまだまだ課題があると感じます医療の進歩は確かにあるものの個人の築く力や定期検診の重要性も再認識する必要があります結論として 岩井の死は非常に悲しいものですが、私たちに多くのことを教えてくれました。私たちもまた、健康管理を怠らず日々を大切に生きることが大切です。岩井吉明氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんも、健康にはくれぐれもお気をつけて、次回の動画でお会いしましょう。モノモースでした。